井ノ原義彦、スノーマン向井工二へ、特装ナイン、ナイングループで、サッちゃん呼び、メッセージ山田裕希の結婚発表を受け。モデルプレスイコール2024年4月3日。20th スセンチュリーの井ノ原義彦、俳優の山田裕希が4月3日。 都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ、即走9シーズン7、毎週水曜夜9時から、座談会囲み取材に出席。共演するスノーマンの向井工二について語る場面があった。井ノ原義彦山田裕樹。 互いへの感謝語るシーズン1で誕生した2人のバディについて、井ノ原は割と先輩たちが多い中で、山ちゃん、山田が来てくれた時に、結構近くにずっといてくれて、何を言うわけでもないけど、近くにいてくれたっていうのがすごく救われたなっていう思いがあります。と山田への感謝を言葉に、 一方、山田はシーズン1だったので、井ノ原さんの力になれるかはわからないけど、そばにいて井ノ原さんが話しかけてくれることとかは、ちゃんと返して力になりたいなっていうのを、すごく思っていた覚えがあります。多分僕は一番若手で、皆さんが全員先輩っていう中で入っていって。でも、井ノ原さんもそれを感じているんだろうなって。 先輩たちもいるっていうのを感じているんだろうなとと10回、今まで本当に愚痴もネガティブな発言も言葉も僕は聞いたことがなくて、その精神力の強さが本当に素敵だなと思っているんですけど、ポろっと何かこぼしてくれることがあれば僕が頼りになるかわからないけど、そばに入れたらいい。そばに入れたらいいって変ですけど、笑 そういう風な気持ちではいましたね、とも語った。